日本三大朝市の一つ、呼子朝市に来ています。主な駐車場はこちらですね。祝日の無料駐車場は争奪戦です。メイン通りはこちら、びっしりとお店が並んでいますよ。朝市は初めて来るのでワクワクしますね。では朝市探索行ってみよう。明治時代以降に朝市としてにぎわうようになったと書いてます。お刺身用いかって感じだね。柔らかい。食べようか。どうぞ。何しましょうか。何本。タレを一つ。はい。美味しそう。お刺身用か。やらせてください。はい、どうぞいらっしゃい。はい、イカ焼きどうぞ。塩タレありますよ。美味しくなかったら遠慮していいから。はい。似合いします？それでいいですか？はい、ありがとうございます。美味しかったらまた買ってください。はい。わあ、美味しそう。じゃあちょっと柔らかいかタレ。うん、きれいだ。柔らか。夏美さん系みたいな、ちょっと酸っぱい系、美味しい。何ジュースやったっけ、これ。カワチ、カワチなんとかだよ。バンペイユ。バンペイユ。じゃあもう早めに来な。使ってもいい。何を？イカはいかがですか。だってさっきから来てるの。来たよ。それじゃないよ。うん、知ってるよ。じゃあ今日どうすか。こういうのがあるんですよ。そしたら今から三本イカシューマイ食べてみたいと思います。湯気で出る、うん、じゃあちゃんめいが先にいただきます。熱い？熱い、うん、じゃあちょびっともいただきます。じゃあまずは醤油だけ。周りの麺が気になるね。めっちゃうまいねこれ、うん。
プラニタ出てきました。味はレモネードにしました。コーヒーと抹茶もあったね、それではちょっといただきます。かき氷のようでかき氷ではなく、フローズンのようでフローズンではない。柔らかいの、うん、多くはないか、まだ。遊び旅濃い方、左側が刺身醤油、右側の釣りのがシューマイの醤油。これ何て言ったかしら。イカの麹漬け。麹漬け、はい、ということでイカ刺し到着しました。おお、覚えた覚えた。すごい、歓迎してくれてる。
まあ、ゴルフまだ生きてますよ。すごい。で、こっちが味の位置作り。釜飯。ラスト、ご飯、味噌汁、漬物。もう全部来ました。じゃあ今から食べますよ。いただきます。じゃあ、優しい。まさかつけもいシューマイ到着。もうここで暑いのが分かります。じゃあオープン。おおおおおお、この湯気すごい。何味かな。黒いね。イカスミ。わ、これいいわ。これは美味しそうだ。ちょっと食べようかな。で、さっきのイカシューマイの醤油。まずイカシューマイ半分に切って、こんな感じ。暗い、黒い。熱いよこれ。熱いけどいっちゃいます。ちあれやね。これ立たんやろか。ん？そうね。外のやつ。シューマイの皮じゃないの。あの、なんかイカが入ってる。うん。ここは。これがアジの作りの作り方。後作りは天ぷらのみみたいですね。でこれを天つゆ、少し大根おろしが入っておく。あとはもしくは塩かけていただくそうです。